はい、どうもこんにちは、せいくんです。ということで今日はですね、くんどぎの木に来ております。うわ、あれさ、スズメバチじゃね。え、待って、何匹いんの。え、待って、こう見るとえぐい。オオスズメバチが2匹います。多分オオスズメバチだよね。多分ね、これね、同じ巣のオオスズメバチだね。仲良くしてる。うわ。やば。ほら、また飛んできたよ。捕まえるか、あいつら。なあ、うぜえし。捕まえてやるわ。うん。今日の動画は、あの、オオスズメバチを捕まえます。おい、待って、増えたくね、数。数3匹に増えたけど。ここにいますね、オオスズメバチが。ズームしないと多分、その、蜂自体が映らないんで、僕が捕獲する格好っていうのがあんまりできないんですけど、これで行こうと思います。行きます。怖え。おい、増えすぎじゃね？おい、増えすぎじゃねえか、おい。おい、どんだけ増えんだよ。おい、バカじゃねえのか、おい、待て待て。どんだけいいんだよ。ほらー。は？待って、ゆきちゃん、この木の上の方にさ、大紫いるんだけど。待って、カメラにも映したい、待って。どこ行ったかな？いや、とりあえず、すぐは捕まえよう。俺今人生で初めて大紫見た。やった。どうでもいいじゃん。捕まえるぞ。マジで危ねえ、こいつら。もうやばい。うわー。全然取れてねえよ。完全に怒らすだけじゃないか。いきます。よし、取っただろ。え、今のは取れたと思ったんだけどな。何回もやるの怖いんだけど。これめっちゃ飛んでるからね、この辺。おそらく待って、さあ先に大紫映したい、カメラに。うわっ、やばいぞ。蜂に警戒されすぎて、もうあのね、木に近づけない。昼間に、やっぱちょっとクヌギの木に来るの危ないなって自分の中で判断して、帰ろうかなと思った時に、自分の車で来てるんですけど、車の周りに蜂が飛んでて、パッて網振ったら取れちゃったんですよ。はい。まあ、これなんですけど、オオスズメバチですね。取れてしまったというオチなんですけども、あんだけ俺は苦戦したのは何だったんだろう、本当に。やべえ。めっちゃ怒ってる。うわぁ、ちょっと、試験管に、待て、逃げんなよ。試験管に移動させよう。まあ、手順は簡単。まず、こいつを外から押さえる。で、網の中に、あ、待って、蓋の開けた試験管というか、まあ、
飼育容器を入れる。あんまり得意じゃないんでね。で、蜂に、おっと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 、蜂さんが動き出したら、ちゃんと止める。これ動きをね、抑制というかし続けないと危ないので。喋れないな、怖くて。さらにオオスズメバチ相手に余裕の表情では喋れないよね。うん。よいしょ。よいしょ。試験管ね、見えにくいと思うんだけど、今ね、この中に入ってます。で、これでもあとこいつは追い詰めて、入ったかな？入った。よし、あとは、もう試験管の中に入っちゃえばこっちのもんなんで、網の中に手を突っ込んで、試験管を外に出す。そして、試験管に、素早く蓋をしたいところ。いきますよ。はい、とね。できました。これ働き蜂本当に。働き蜂にしたらでかすぎるんだけど。これがオオスズメバチですよ。もう人をとてつもない量殺してるであろうオオスズメバチ。いや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 。えぐいな、フォルムが本当に。なんかさ、オオスズメバチ、スズメバチの仲間全部そうだけど、フォルムがすごいよね。このもういかにも危険生物みたいな。オレンジと黄色と黒で構成されてるっていう。ほら、赤黒ってさ、結構さ、かっこいいイメージがあったりするけどさ、まあそれに近いようなカラーリングじゃん。オレンジって赤に近いし、オレンジと黄色と黒で。いや、黒がベースってのがまたえぐいよね。で、顔がオレンジに黒目っていうのがまたえぐいポイントだと思うんだけど。うわぁ。えぐいわ、マジで見た目が。でかくねえか、このオオスズメバチ。これ標本にしようかな、でかいし。えぐっ。言葉を失う。なんか、やっぱえぐい生き物なんだなって思えば思うほど言葉を失ってしまうわ。ベスパ族。最強の蜂ですよ。なんか最強の強の字もさ、強い手じゃなくてさ、恐怖の強だよね。どっちかっていうと。最強の蜂。ベスパ族。確かベスパ族っていうのだった気がするけど。えいえいえい。まあ、でもこの中に入っちゃえば僕の方が強いんですね。いえ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 い。もう怖くもなんともないわ。この飼育ケースに入ってれば。飼育ケース？この容器の中に入ってればね、もうこんな、オオスズメバチだろうが、相手なんだろうが、別に怖くもなんともないんですよ。こいつ殺人のね、蜂だろうがなんだろうが。このケースの中に入っちゃえば僕の方がね、圧倒的に強いんでね。もう怖くもなんともないんですよ。もう怖くもなんともない。もうどんなことできる。まあ、ね、指を突っ込んだりはできんけども。怖くもなんともないんですよ。僕の車の周りたかるから悪いんですよ、と。そういう話ですね。ちょっと待って。これヘビいるよね。は？いや待って。これカエル捕食してる。ほら。え、ちょっと待って。逃げないで逃げないで逃げないで。待って待って。逃げないで逃げないで。これ、山かがしだね。いや、危険生物多すぎんか？スズメバチといい、この山かがしといい。やばくない？
踏み込んでる。飲み込んでる。いやーボケちゃうな、後ろの草が。飲み込んでたね。やば、野生でヘビがカエルを狩りしてるの初めて見た。言葉を失うんだけど。ヤマカガシっていうのは毒ヘビだから、本当に注意しないと危ないから。まだ子供だろうけどね、この山かがし。なんかやっぱクヌギの木の周りってさ、やっぱいろんな昆虫が来たりする分さ、その昆虫を狙ってる、その昆虫を狙ってる蜂もそうだし、カエルも来るし、でそのカエルを狙ってるヘビも来るっていう、危険生物が多すぎる。